かんです。まりてんです。こうあんです。はい、本日はみっけコラボということで、風俗情報サイトみっけの人気コーナーである風俗 Q&A という、コーナーから、迷ったり掲載希望と書かれたお悩みをピックアップいたしまして、動画で回答をしていくという企画になります。綺麗ですね。素晴らしい。今日のご質問が、最近仕事に行くまでの時間やる気が出なくて、当日欠勤が増えています。どうしたらモチベーションを一定でいられますか。はい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 、というご相談で、結構やっぱこういう質問ご相談多いです。うんね、なんか朝起きてね、なんかしんどいな、だるいみたいな、ね、うん、休んじゃおうかな、休んじゃおうかな、あ、もうこんな時間だ、休んじゃおうみたいなやつですね。特にね、この仕事って普通の昼間の仕事に比べて、別に休んでも誰に怒られるかとかではないし、そうね、ちょっとこうなんか責任っていうところは他の業種に比べたら少ないっていうのかね。まあまあ、確かにチームワークでするお仕事じゃないからこそ、誰かの顔がね浮かびづらかったりもするしね。予約が入ってる入ってないとかね、それある。あの予約が入ってなかったら、例えばじゃあお茶引いちゃうとか、あ、でお茶引いてメンタル来るじゃないですか、お茶引くくらいだったらもう今日休んじゃおうみたいなのもあって、私は結構それでね、結構凍結とか、いつの時代が結構凍結してました。それこそこの業界入った時なんて凍結ばっかりでしたし、予約が入ってても、なんかできるのはないからみたいな感じで飛ばしたりとかしちゃってたんですね。そうするとどうなるかっていうと、サボり癖がつくのと、お客様と お店から信用が失われて、フリー回してもらえなかったりだとか、お客様離れてっちゃったりとか。確かにね、でもなんかその時の時代はそれでも、まあコロナ前とかだったんで、まだね景気が良かったんですよ、若かったっていうところもあったから、全然うまくいってたけど、まあ、今は絶対そんなことしなくなりましたね。休まないという大切さがね、大切さがあるんですけど、マリテンさんだと、はい、まあ、今でもねバリバリにやってるじゃないですか、はい、現役バリバリ、現役バリバリでね、はい、このお仕事もね好きっていう形なんですけど、そんなマリテンさんはあるんですか。いや私聞いてくださいよ、ここだけの話、ここだけの話、1年間凍結ゼロです。1年前に復帰して、もうすぐ1年なんですけど、凍結というかシフトを下げたことがないの。でもどうしてもなんかこの仕事してると、普通の仕事に比べたら休まなきゃいけないリスクっていうのが、まあね、病気だとか感染病だとかあるんですけど、でもそこもまああらかじめ、きちんときちんと、あ、じゃあ体調管理もした上で、体調管理も含めて、でモチベーション下がるっていう時はない。モチベーションはでも正直やっぱり普通に下がりますよ、人間なんで。もう今日行きたくないな、休んじゃおうかなとか、朝だるいみたいなね、全然ありますし、まあもしかするとそういうのは、ま、昔の方がね多かったんですけど、ただまあ私の場合は今心がけてることは、まずそもそも前日ちゃんと寝る、おー大事、とかお酒飲まない、はいはい、夜はもうお酒飲まない、前日ちゃんと寝る、前の日からも始まってると思う。へえ、ほう。なんかさ、明日休んじゃうかもなっていう選択肢が寝る時点で見えるともうダメじゃない？もう夜中の3時だしみたいな、ね。なんか明日休んじゃうかもな。ちなみに私はお仕事の凍結はここもう数年全然してないんですけど、あの大学とかめっちゃ休んでたの。へえ。あ、そうなの。サボり魔だったんですか？サボり魔や。ほいほいだし、なんつうの、遊びの約束とか結構サボっちゃう方で、でそれもやっぱり前日の夜に決まってた気がする。なるほどね。前日の夜から休むという選択肢が見える、ここら辺をちらつく、明日休んでもいけんじゃないかみたいな、休んでも今月別に生きていけるんじゃないかみたいなのがちらつくっていうのが、まずそこから退治しなきゃいけない。なるほど。じゃあ前日の段階でちょっとマインドセットで行くで、ちゃんと荷物とかも置いといて、これを着てこれで行く、明日は行くっつって。なるほどなるほど。寝るまず。はい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 。でもそれすごい大事。明日は仕事だからちゃんと脇毛も剃るとか。そうそう、もう綺麗にしておいて、もう行かざるを得ない。あんな準備したしみたいな。確かに確かに。やつにしてから寝て起きるやん。でも起きたら眠いやん。なるほどね。やっぱ行きたくないなってなるんだけど、もうそっからは私はモチベ上げなきゃとか気合い入れようとかはやらない。へえ。いやきつ。ああ。もうきつい。ああ。
ああって言いながら、もう何も考えない。あ、無の状態。もう無、無でとりあえず行く。うん、あ、行くんですね。とりあえず家から出てしまえばまだ行くじゃないですか。歩いて行く。そうですね。ちゃんとお店まで行く。で、ちゃんとお客様の元まで行って、こうドアを前にして、もうピンポン押したらもう逃げられないから。はあ。そこ前はもう何も考えない。モチベーション上げようとかも思わない。うんうんうん。上げようって思うと苦しくなるから。うんうん。なんかもう何も考えない。無。うんうんうん。とにかくもうこれ動いてるだけでも自分全然偉いみたいな。うん。もうリピート返してやるぞとかももう思わない。はいはいはい。行ったらなんとかなる。ああ。行ったら頑張れる。そういう自分だからみたいな。うんうんうん。行ったら私頑張れる子だからとりあえず行くみたいな。なるほど。感じで乗り越えてます。なんか。ハードルを下げるって感じですかね、今日仕事だ、稼がなきゃ、お客さんのこと喜ばせなきゃ、リピート返さなきゃって思えば思うのどん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 多分ハードルが高くなって、そう思うとなんか、あ、今日ちょっと化粧乗らないなとか、あ、なんかちょっとなんか太った気がするとか、前の日酒飲んじゃったからなんか顔むくんでるしとかね、なんかちょっと可愛くないかもとか、今日うまくできないかもなとか思うと、やっぱちょっとすぐにこうカタッといくので、あげようと思わないかも。お店まで行くっていうところの、まず第一のハードルっていうところをすごい下げて、もしくは行って、それでもなんかもうほんとしんどいみたいな、もう無理って思ったらもう早退すればいいみたいな。まず行くっていうところが大事かなって思いますね。凍結と早退は全然違うんですよ。確かに。お店からしても。まずは来たっていうところがお店からしたらちゃんと偉いなって思ってくれるし、やっぱお店の信用度合いが全然違いますよね。ですし、結構これなんか盲点というか、新人の頃ってあんまり気づかないんだけど、お店からどれだけ信頼されるかってすごく大事で、確かに確かに、対お客様の仕事だからお店とか関係ないやって思ったりもするんだけど、結局はその電話を取ってるのはお店じゃん、だし受付に立ってくださってるのもスタッフさんだから、その人が、まあ、おすすめですよって一声あるだけで多分全然違うんだよね。あとはなんかちょっと人間のあの解剖生理学的に出ました、ちょっとモチベーションを上げる方法なんですけれども、そもそもあの人間の脳ってもう2パターンしか考えてなくて、快か不快かしか考えてないんですね。脳の視床下部の活性体が動いてるんですけれども、でそもそも人間は快と思うことしか続かないんですよ。不快なことはもう絶対遠ざけるっていう方のメカニズムなんですね。なんでなんかお仕事嫌だなって思う時絶対あると思うんですよ、でもさ、そこを我慢する努力をするんじゃなくて、じゃあどうやったら仕事がちょっとでも楽しめるのかっていう工夫する努力をするっていうところが大事だと思うんですよ。なんで、まあ、そもそもの根本のお仕事のモチベーションを上げようと思ったら、この仕事のやりがいだとか、自分はこういうところが好きだっていうところをしっかりと自分で自己認識してあげたら、日々のモチベーションも下がることってそんななくなるのかなって。なるほどね。楽しむ。そうですね。好きになるって形ですね。でもまあなかなかね。まあまあまあ自己洗脳ってね、難しいですよね。難しいじゃないですか。でどうしてもね。あると思うんですよ、でもそんな中でもちょっとでも多分喜びはあると思うんですよね。例えば私だったら、まあ睾丸のねマッサージをしてお客さんが、なんかすんげえ気持ちよかったって言われたところにモチベーションを感じたりとか、例えば、まあ、会話上手の女の子とかだったら、まあ、最初会った時は無口なお客様でも、私と会ったらなんか最後の方ではプラプラ喋ってくれる、なんか嬉しい、なんかここほんとちょっとしたこと、でいいので、そこでなんか自分のやりがいっていうところ、お客さんに褒められて嬉しかったことだとかっていうところを一回自分の中でちょっと客観視してやりがい見つけてあげるのがいいかなって思うのと、あとまあ私が本当日々モチベーション下がった、朝ね行きたくないってなった時にどうしたかっていうと、とりあえず紙に書くんですよ。ほう、何を書く？今の気持ちです。まずあのしんどいとかだるいとかでいいんですよ。それもう真正面に書いてていいんだ。そうですそうです。でなんでかっていうと、これ人間ってあの漠然とした不安っていうのが一番もう悩みの種なんですね。なるほどね。なんで悩んでるのかっていう。もやもやもやが一番こう嫌ってどん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 深い闇に入ってるから、まずはしんどいだるいってこう紙に書いた時に自分の頭の中でなんでって問いただすと、何がしんどいのか何がだるいのかって出てくると思うんですよね。例えば今日予約が入ってないからお医者引くのが怖いからしんどい、だから仕事に行きたくない、
って思った時、原因さえ分かっちゃえば、うん、ちょっとこれ頭のポジティブ変換してあげれば、うん、今日予約入ってなくてもとりあえず行ったらもしかしたらフリーつけてくれるかもしれない、予約がここから当日入ってくれるかもしれない、でも休んだら給料ゼロ、それでも行ったらもしかしたらワンチャンあるかもしれないんだったら、行った方がいいんじゃないみたいな、それをもう論理的にね、あ、そうですそうです、論理的にね、なんかお家でね YouTube だらだら見るんだったら、もう待機室で見てやろうみたいな、場所変わるだけだしみたいな、その中で、ね、待機室でね YouTube 見てて、プルルルってね、こうお仕事ですって言ったら、あ、ロッキーみたいな、にポジティブ変換してあげるといいかなって思いますね。あと今聞いてて思ったのが、なんか可能なシフトを出すみたいなのが大事だよね。なんかその本当にいきなり無理な目標ドンって出すとさ、なんか私集合でみたいな、8時間で、ね、そうボーナスで行きますみたいな無理無理無理提出みたいな、で朝起きて無理みたいななりがちな、で無茶なシフトみたいなのもあると思って、あとさ、なんとなくさ、毎年自分この時期しんどいなとか思ってない？ありますあります、ね、私結構冬がダメで、だからなんか冬とかは割とちょっと短く出しておいて、でもなんか今日行けるじゃんって思ったら伸ばす、特に多分デリヘルとかはすぐに伸ばせるんよね。確かに確かに、なんか今日ちょっと調子いいんでみたいな、8時までだったんですけど24時までいますとかできる業種だったりはするから、まず短く提出しておいて行けたら伸ばす、確かにお店からの信頼もね、そこのままなくて済むし、お客さんからしてもキャンセルになることがないからいいんじゃないかなって思って、確かに確かに、ね、あの増やす分にはね、お店からもね、そうそう、ありがとうみたいなありますからね、無理しすぎないとこですよね、シフトの出し方、そしてモチベーション、もう出勤は自分から入ってるって言われちゃうんですね。そうそうそう、もう行かないという可能性を抹消する臭むとも思うんだよな、凍結とか遅刻とか、やっぱ癖だったりもすると思うから、 ね、それが許される環境だからこそ癖ついちゃって、サボり癖がついちゃうとか、そうだね、一番ね今後の仕事にすごい悪影響だと思うので、どこかでね、ちゃんと正さないといけないところだと思うので、そうだ、ね、自分のこう目標を下げてでも毎日行くみたいな習慣をつけた方が最終的にはもっと上を狙えるね気がしますね。ということで、みっけのお悩み相談室、まだまだお悩みを募集しております。タイトルにマヨタイ掲載希望と書いて応募してください。私たちがピックアップして動画で答えるかもしれません。ということで、この動画面白いと思った人は高評価、チャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。バイバイ。